そうなんよだれ、よだれが茶色かったみたいな。1週間もないかな。こんなに楽しんでここめっちゃうんちしとったじゃん。ください、ください。めっちゃうんちしてた。大丈夫です。大丈夫です。体重は脳波だな。今日、明日ご飯食べてない。そうなんです。あの、で、すぐ、私が仕事終わって、すぐ連れてきたんで。でも、うちは立派なうち。色が薄いけど、お家ではもっと黒い。あ、そうですね。今この中でしてたうんちは、もうちょっと色黒かったです。ケースが出てます。今してますね。この中に、うんちしてて。6年目にしてたの？購入中なんですよ。本当だ。ちょっと違うね。うん、なんかそれだけ色薄いですね。あの、毎回薄かったらなる。あ、家のうちは結構黒い、黒いっていうか茶色っぽい茶色。ごめんね、ごめんね、ごめんね。体重、あの、少ない2グラム増えてるぐらいですね。あ、3つしてた。まあ、ここでしたのはこんなぐらいでございますね。はい。戻りたい、もうちょっと待って。はい、紡いでるから顔からにしてもらおうかな。顔見してもらおうって言った瞬間、詰めた。分かってるね、よく。これがこの子の顔色なんでね、ちょっと色が薄い。はい、島田さん、待ってください。はい、ルービーにして。はい、ごめんね。ごめん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 。ここは出てないんでね。よし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 。うん、匂いもないですね。よしよしよし。もうちょっと待って、もうちょっと待って。よし、一回リスタートして。